メトロンズ初の連ドラのタイトルが向かいのあいつに決定。商店街でライバル同士の店で物語が展開。演劇チームメトロンズが出演し、 BS 松竹東急で4月3日にスタートする水曜ドラマ23向かいのあいつ、水曜午後11時の詳細が明らかになった。メトロンズは吉本興業所属の人気コント師、しずる、キャズマ、村上純、ライス、関長、ともひろ、田所ひとし、サルゴリラ、赤羽健一、小玉ともひろの3組に、作家で演出家の中村元騎士を加えた7人組。実力派芸人3組による本気の芝居は、他のチームとは一線を画す異質な熱量で、業界内外で大きな話題を呼んでいる。そんな中、彼らがテレビドラマに初進出して世に放つオリジナルドラマが始まるということで、内容などは発表されていなかったが、期待の声が上がっていた。脚本は16年のネットフリックスオリジナルドラマ火花ほか、ドラマ、映画、舞台の脚本や演出などを手掛ける中村氏が担当。監督は映画「覚悟はいいかそこの女子」、18年「悪の花」、19年など様々なジャンルで国内外で定評のある井口昇氏が務める。向かいのあいつはある商店街でいつも閉店セールをやっている洋服屋コシカワと品揃えのおかしい雑貨屋レコケットリーという向かい合わせに立つ2つの店を中心に繰り広げられる物語。2つの店は昔からライバル同士で、ある日ひょんなことから閉店するはずのコシカワに新しくアルバイトが入るが、そこには驚きの真実が隠されていた。コシカワの店長、コシカワをキャズマが、児玉がレコケットリーの店長、山本を演じる。それぞれの店には赤羽が扮する商店街の理事長、成田や村上と関長と田所が担う個性的な客たちが連日やってきては、様々なエピソードを展開。村上、田所、関長はそれぞれ一人で複数の役を担当し、登場人物はほぼ全てメトロンズの面々が演じ分けるという、彼らならではの演技力が生かされた構成となっている。この度メトロンズのメンバーからコメントも届いた。メトロンズがメインでドラマなんて夢のようと喜ぶサルゴリラ赤羽は、未経験なのでとにかく足を引っ張らないようにしたいのと、アドリブが好きなキャズマにアドリブをやらせてあげたいなと思います。今までメトロンズの舞台を見たことのない、いろいろな方に見てもらえたら嬉しいですとアピール。キャズマに至ってはほぼほぼアドリブになると思うので、やっぱりそこが注目ポイントです。僕は一生懸命やるだけなので、割と等身を大きな役を楽しんでやっていますと明かしている。しずる、キャズマはドラマ放送について信じられなかったと驚き、7から8年くらい前にやっていたライブですけど、正直ちょっと遊び半分だったというか、楽しけりゃいいかなみたいな感じでやったものが、こうやって BS 松竹東急で放送されるなんてびっくりしちゃった。スタッフさんの数とか、メイク、衣装、セット、照明や音とか、こんなに本格的にやるんだと思っていなくて。20年一緒の人たちでやってるドラマはあまりないと思うので、そこを感じて楽しんでもらえたらと思います。面白くなかったら連絡ください。面白かったら連絡しなくていいんで、何かあったら直接僕に言ってきてくれたら、感想とかも受け付けます。返しはしないですけど、かっこ笑いと語り、視聴者の反応が気になる様子。続けてサルゴリラ児
児玉もメトロンズを大きくしたいというのはずっと思っていることなのでとても嬉しいですと率直に喜び、キングオブコントで優勝して次の目標はメトロンズを大きくすることなのでチャンスだと思っています。僕とキャズマ以外のメンバーもいろいろな役をやるのでその代わり用もぜひ楽しみにしていてほしいですと見どころを話す。加えてこのドラマが好評で向かいのあいつに向かいのあいつさん年末スペシャルと続けていきたいですねと野望も。またメトロンズの舞台に来たことのない方はぜひ見に来てほしいですと呼びかけている。ダイス関長はドラマ化が決まってみんながちょっとずつ出るくらいかなと思っていたんですけど僕らがメインってことだったのですごいなというのが率直な感想でしたと心境を伝えつつ、決まった当時はまだ台本など何もできていない状態だったということでどうなるのか全く想像できなかったです。なのでいい作品になったらいいなと思いながら不安の方が大きかったかもしれないですとコメント。メトロンズ全員でドラマに出るってもしかしたらこの先何回もあることじゃないと思うので皆さん目に焼き付けてください。そして楽しみにしていてくださいと力を込めた。メトロンズがついにここまで来たかと感慨深げなライス。田所はドラマが決まるっていうことはもう一流なんで僕らは本当に人気劇団の仲間入りをしたなという実感がありますと自信を覗かせる。文字にしたらクソ痛いと笑いつつもずっと今まで舞台でやってきて映像作品を撮るっていうのは初めてなのでメトロンズにとっていいスキルアップになるかなと思いますと真面目に話し、主役の二人の凄さを見てもらいたいのと今回の特殊な配役というか何役のキャラクターを演じ分けるのでメトロンズが今まで培ってきたものをどれだけ出せるかも注目してもらいたいです。きっといいものになってると思いますので期待していてくださいと手応え十分だ。最後にしずる村上が最初はマジで BS 吉本だと思ったんですよ。うちはっていうかだけどこれはいわゆる外に向けた動きで改めてやらせてもらうんだと驚きましたと本音をとろ。続けてメトロンズもいろいろな人に知ってもらい始めたんだなという実感と同時にメインでやっていいの？メトロンズがマジで？という情報の多さで忙しかったです。ありがたいですねと感謝している。だからその分改めてプレッシャーというか帯を締め直す。よそ行きじゃないですけど外に出かける時のちゃんとした身なりをしなきゃみたいな感じです。脚本の中村元樹はもともとドラマや映画の脚本もやっているしメトロンズのメンバーなので僕らのこともよくわかっているしメトロンズらしさがあるドラマに落とし込んでくれていると思います。いつものメトロンズ、新しいメトロンズ、両方楽しめるように頑張りますと意欲を燃やしている。